それでは最初に高垣さんから行政の取り組みについて教えてもらいたいと思います。高垣さん、よろしくお願いします。はい、では箕面市役所地域創造部箕面営業室担当長の高垣と申します。お願いいたします。大阪・関西万博のテーマ、命輝く未来社会のデザインを実現するために自治体という立場で取り組んでいる内容についてご説明をさせていただきます。よろしくお願いします。では画面にあります箕面市の紹介からさせていただきます。画面にありますように、箕面市は大阪府の北部に位置しております。人口約13万9千人の都市です。読み方なんですけども、箕面市です。初めての方には読めないかもしれませんけど、箕面ではなく箕面市です。はい、覚えていただけましたでしょうか。そしてこちらゆるキャラの滝の道ゆずるくんです。特産品のゆずがモチーフになっているんですけれども、昨年のゆるキャラグランプリで4位、すごい、はい、その前年も4位。すごい。で、実はゆるキャラグランプリは昨年で終了してしまいましたので、夢のトップにはなれなかったんですけれども、箕面市ではとっても人気のキャラクターです。関連グッズもございますので、ぜひお買い上げよろしくお願いします。はい、話は戻りまして、箕面市は画面にありますように、大阪北の中心、梅田のあたりから言いますと15キロから20キロの位置にありまして、車で20分程度、電車でも30分以内ということで、大阪の方に簡単にアクセスできて通勤に便利な場所にあります。またアクセスのいい場所でありながら、市内に明治の森箕面国定公園があり、豊かな緑に囲まれた住環境にある住宅都市です。で、書いてありますように、そういった環境の中、今回は住みよさランキング2021では実は大阪府府内の中で第2位となりました。はい、これは大阪市に次ぐ第2位となっています。その他子育て の施策なんかも充実しております。箕面市ってこんな場所っていうことはご理解いただけたでしょうか。はい、はいはいはい、さて、ここに北大阪急行線延伸とありますように、実は多くの方のご尽力により、2023年には箕面市内に2つ駅が増えます。箕面船場半大前駅と箕面茅野駅の2つが開業する予定になっています。大阪の大動脈である地下鉄御堂筋線が延伸ということになりますので、難波とか大阪とか、あと新幹線の乗り換え の新大阪駅から乗り換えなく終点の箕面茅野駅まで着くことができるようになりますので、電車でのアクセスがさらに良くなる予定となっています。はい、で鉄道の延伸は2023年になるので今まさに工事中なんですけれども、開業に先立って新駅のまちづくりが進んでいます。今回ご説明するのはその中でも箕面船場半大前駅がお話をさせていただきます。駅名から分かるように駅の北東には大阪大学箕面キャンパスがありまして、今年の4月にオープンしました。こちらは外国語学部のキャンパスとなってまして、学生が3000人いるというふうに言われています。とても素敵なキャンパスで、しかも若い人が集まる賑やかなところで、とても魅力的な場所です。でそのキャンパスとメインデッキというところでつながっているのが箕面市の複合公共施設です。これはもうオープンいたしました。こちらには図書館と会議室、スタジオなどのある障害学習センターや大小のホールがある文化芸能劇場があります。この2つの建物を文化芸能国際交流の拠点として考えています。また文化芸能劇場の東側三角の印のところですけれども、これは仮称関西スポーツ科学ヘルスケア総合センターの予定地となっています。これは令和6年
にオープン予定で、ここを健康寿命の延伸、ヘルスケアの拠点としたい考えを持っております。これを図にするとこういう形になります。文化芸の国際交流の拠点では、外国語学部のキャンパスであることを生かした多文化共生の推進、文化ホールではイベントによる文化芸能の振興やにぎわいの創出ということを考えていきます。また図書館は大阪大学の図書館の機能を持った公立図書館ということになりまして、実は蔵書は大阪大学の蔵書も含めると71万冊というすごい大きな図書館になりまして、そういった多くの蔵書からの豊かな知見というのも期待できると考えています。また右側の円ですけれども、健康寿命の延伸、ヘルスケア拠点では大阪大学や、もともとこの地域で盛んである繊維業の組合と箕面市、三角企業様と一緒に、仮称関西スポーツ科学ヘルスケア総合センターの設立を目指しています。そして、大阪大学の医科学研究や三角企業の研究による予防医学研究の取り組み等を市民の皆さんへも広く還元することや、センター内にベンチャー企業のインキュベーション機能を持つスペースの確保なども考えております。そしてこの2つの拠点では、この真ん中にありますように産官学の連携ということが大変必要な要素と考えています。そしてようやく出てきました、大阪・関西万博のパートナー、競争パートナーとしての役割も担っていきたいと思っています。このような拠点の特性を生かして、箕面市は健康寿命の延伸や予防医学の推進、文化芸能国際交流の2つのテーマを柱とした競争チャレンジの皆さん の取り組みを支援したいと考えています。具体的には実証フィールド の提供ですとか、関連イベントの講演、市の広報誌などの活用した、情報発信などを行っていきたいと思っています。はい、ではその施設のご案内をしたいと思います。はい、まず文化芸能劇場です。文化芸能劇場は今年の8月にオープンしました。オープニングイベントでは老若男女参加型のイベントを行いました。これは老若男女が踊れるダンスをみんなで踊ったんですけれども、楽しく開催いたしました。で、この時市長や大阪大学医学部系の中田教授や日本国際博覧会協会広報戦略局長の酒井様、第1回でご出演されてた酒井様もご出演いただいて、スポーツ医学や万博と健康をテーマにしたトークセッションを行いました。このホールなんですけれども、大ホールと小ホールがございまして、大ホールは1401席、小ホールは300席、クラシック音楽などの演奏に適した高い音響性と、さまざまな演出に対応する舞台設備を整えたホールとなっています。すごい素敵なんです。素敵はい、次に千葉図書館です。千葉図書館、こちらは5月にオープンいたしました。全国初の大学図書館の機能を持った公立図書館です。箕面市の蔵書11万冊に加えて、大阪大学の蔵書60万冊を所蔵しております。図書館はエリは分けされてまして、子どもたちがのびのびとして過ごして本に親しめるにぎやかエリアという場所であったり、静かに読書が親しめる一般エリアなどがあります。カフェなんかも併設されてまして、とてもいい雰囲気で、大学生も利用するので、ちょっとアカデミックな感じも、はい、感じ取れる素敵な図書館です。次が、千葉障害学習センターです。こちらも5月にオープンしまして、こちらでは最新の映像音響施設を備えた会議室や多目的室、音楽スタジオ、
3on3 バスケットボールやフットサルが楽しめる屋外運動場があり、幅広い世代の方に利用していただける施設となっています。で、その他に、5月の、令和5年オープン予定の、駅前広場のイメージです。とこの左下の部分はまだできてないんですけれども、こういったイメージになる予定です。そして右側の下 のメインデッキと呼ばれるところですが、これがちょうど奥に見えるのが大阪大学の箕面キャンパスで、手前に見えるのが複合施設ということになるんですけれども、この前 の各施設にアクセス、そして駅ともアクセスできるメインデッキという場所になるんですけれども、ここはいずれとイベントスペースとして使用できるように、計画しております。はい、そして最後になりますが、令和6年度オープン予定の仮称関西スポーツ科学ヘルスケア総合センターについてです。ここで予防医学の研究・市場化のための拠点づくりや、大阪大学発のベンチャー企業等のを船場団地へ集積するなど、健康寿命の延伸、ヘルスケアの拠点とになる予定になっています。はい、これが全ての、ご紹介なんですが、箕面市は万博のチームエキスポ競争パートナーに今年の6月に登録いたしました。競争パートナーとして本日ご説明した新しい駅周辺のまちづくり、健康寿命の延伸や予防医学の推進、文化芸能国際交流の取り組みの拠点を実証フィールドとして提供する予定です。また実際に実証フィールドとして使っていただくのは、ここの地域だけに関わらず箕面市全域の公共施設なども検討していただいて結構です。競争チャレンジの皆様と取り組みと重なるところがあれば、ご相談をお待ちしております。市役所なので、さまざまな専門機関が専門部署があるんですけれども、まずは私がお受け対応させていただきまして、それぞれの部署に取り次ぎをさせていただきます。ぜひご興味があればお声掛けをお願いします。以上が箕面市の取り組みでした。ありがとうございます。高木さん、ご説明ありがとうございました。ホールとか図書館とかが公共施設とは思えないぐらい、本当公共施設の中でも最高峰レベルのすごい綺麗で充実した施設にびっくりして、特に大ホールの客席の色がグラデーションになっていたのが、オリンピックで無観客で開催することになった時に、人が入っているように見える錯覚の色使い、同じ色使いをされていて、なんかそういったところも意識して作られたのかなって思いました。ありがとうございます。色合いも実は箕面市で観光、名所であります箕面の滝と紅葉をイメージして、そうだったんですね。素敵なピンクに召し上がっています。マジックありがとうございます。それでは私からご質問があります。なぜ市役所が競争パートナーに登録されたんですか？そうですね、自治体では泉大津さんの次に2番目に登録したんですけども、地元開催である万博を盛り上げるのは自治体 のやっぱ重要な役割だと認識しています。多分他の自治体さんもそのようにお考えだと思うんです。ただちょうどその私ども の新たな街づくりの取り組みが、やはり万博の掲げるテーマと重なっていましたので、何かお役に立てるのではないかなということで登録いたしました。ありがとうございます。日刊工業新聞の大川さんはいかがでしょうか？はい、先ほど競争チャレンジについて言及がありましたけれども、もうすでに問い合わせとか相談とかはしてるんですか？そうですね、今2つほどご相談を受けしています。まだ具体的には決まってないんですけれども、どんどん検討していきたいと思っています。というわけで高垣さん、ありがとうございました。